町金日本バレは日本の競争場。名前の由来は冠名日本バレより、2005年4月26日、北海道猿群日高町の町金牧場にて生まれる。牧場のオーナーであり、町金軍団の総帥である、細川麻生の所有場として、美穂トレーニングセンターの藤沢和夫旧社へ2007年に入厩する。しかし2歳児を愚か。 年が明けてもデビューの目処が立たず、結局、春のクラシック路線に間に合うことはできなかった。2008年6月14日の、第3回東京競馬第4競争のサラブレッド3歳、未勝利戦に、安藤勝美騎乗にて、ようやくデビューし、4番人気だったが14着と破れた。その後、夏のローカル戦で、芝のレースを2戦使われたが、2着、6着であった。 8月10日の第2回函館競馬第4競争のサラブレッド3歳未勝利戦でダグラスホワイトが起乗し2着に5馬身をつけて1位入戦4戦目にして初勝利を挙げたこのダート戦での圧勝ぶりから上京市の藤沢和夫はダート適性を感じ取り待ち金に本バレをダート路線で歩ませることを決めるその年の秋から本格的にダート路線へ向かい オープン特別を含む5連勝を記録する。特に札幌競馬場で行われたマリーンステークスでは1分41秒7というダート1700メートルの日本レコードを樹立している。2009年9月21日第4回新潟競馬4日目の第14回エルムステークスに北村博之城で出走ダート戦での実績を買われて2番人気に支持された。レースは 最終直線で中から抜け出すと、ネイキッドと馬体を合わせるように追い比べとなり、最後に花さ先着。初めての重傷出走で勝利を収めた。続く11月7日の第5回東京競馬1日目の第14回武蔵野ステークスに、サクセスブロック券に次ぐ2番人気で出走。レースでは、中段で追走するも、直線で伸びきれず4着に終わった。その後は、休養に入った。 休養中の2010年3月31日に本場のオーナーである細川増雄が死去し5月7日付でヤシロ大ファーム代表吉田テルヤ夫人の吉田地図に所有が移った休養を終えて6月12日の第3回東京競馬7日目のブリリアントステークスに一番人気で出走2番鉄追走から最後の直線で一旦先頭に立つも外から追い上げて 来たラベリータにかわされ2着に敗れた。続く7月3日の第1回箱け競馬5日目の大沼ステークスでも1番人気に押され後位から早めに抜け出しも直線半ばでスターシップに捉えられ2着に敗れた。7月19日の第14回マーキュリーカップでは2番人気に押され先段後位からレースを進めるも向こう正面に入ったあたりから手応えが怪しくなり。 最終的にカチューマ、金引きるから30馬身以上離された8着に終わった。しばらく休養の後、12月11日のベテルギウスステークスでは先段追走から直線でワンダーアキュートとの叩き合いに敗れ2着になった。2011年1月23日の第18回平安ステークスに一番人気で出走。後一一層も直線で伸びきれず5着に終わった。 続く2月20日の第28回フェブラリーステークスは、逃げるトランセンドをマークし直線で追い比べになったが、伸びきれず5着に終わった。さらに4月10日のマーチステークスに出走し、2番手追走から4コーナーで一旦先頭に立つも、直線で伸びきれず4着だった。2012年9月5日付で、中央競馬の競争馬登録を抹消、川崎の山崎博美級者へ移籍した。 だが2戦して、共に着外に終わり、今度は、高知の松木啓介級者へ移籍した。天狗矢初戦となった2013年2月17日の、胸キュン、遠距離特別でエルムステークス以来の勝利を挙げると、続く大高坂賞、ミクリア人屈賞と重賞を連勝した。この年は10戦して3勝だった。2014年は13戦1勝の成績となった。現在は、 地方競馬の競争馬登録を抹消されている。ありがとうございます。